おい、暗くなってくぞ。あいつのせいか。聞いたことがある。いろんなものに擬態して獲物をおびき寄せ襲いかかるモンスターミミック、その中に機械のエネルギーを好む変種がいるってな。エネルギーがなくなると強いモンスターが出てくるんだろう。それだけじゃない。ミミックは暗くなると凶暴になる。ああやって動力チューブに張り付かれたらどんどんエネルギーを食われて暗くなっちまう。失ったエネルギーを取り返すにはバッテリーミミックを倒せばいいはずだ。さあ行くぞ。
ミストが荒れているわ。大物が近いな。さすがは将軍閣下。裏切り者だ。どうだかな。この目で見たわけじゃない。兄さんが見た。レックスか。二つ下の弟がいると言っていた。そうか、君なのか。彼はあれからどうして。死んだ。
残念だ。お前がやったんだろ。君に真実を伝えるのが私の務めだな。ラバラスさんに急ぐとバシュ。おしゃべりしてる暇ない。無事でしょうか。大丈夫です。でも調印式が終わっていたら。将軍、我が何とかします。諸国先に行ってください。マズラス将軍の方法のために。どうしてあなたが、なぜこんなこと。陛下はバイコグドだ。双子の弟？出来すぎだ。回りくどい陰謀だが筋は通ってる。あいつ似てたしな。信じられるかよ。無理もない。私がレックスを巻き込んだのだ。すまなかった。あんたの仲間扱いされて兄さんは何もかもなくした。今さら。私はいい。彼を信じてやってくれ。彼は立派な若者だった。最後まで祖国を守ろうとした。いや、弟を守りたかったんだろうな。あんたが決めるな。ならお前が決めろ。楽になれる方を選べばいい。どうせ戻らない。
さ。やダルマスカの風がこれほど懐かしいとはな。ここどこだ。どうやら東ダルマスカ砂漠だ。日上がる前にラバナスで戻るぞ。構わんな将軍。ああ、一刻も早く戻りたい。人々は私を恨んでいるだろうが、果たすべき務めがある。世話になった。俺なら人混みは避けるね。この町ではあんたは未だに裏切り者だ。反乱軍はすぐに私を見つけるだろうな。縁があったらまた会おう。レックスの墓参りをしたい。脱獄囚なんだからな、当分おとなしくしてろ。魔石はいいのか。好きにしろ。あれは縁起が悪い。後悔してるのよ。あれを狙ったせいで面倒に巻き込まれたから。くれるのか。俺のだ。じゃあ聞くな。お嬢ちゃんによろしくな。しばらくラバナスタにいるわ。なあ兄さん、バッシュを信じていいのかな。さっさと売ろう、こんなもの。まあ売る前にパンネロに見せてやるか。心配かけたし。この時間なら右原さんの店にいるよな。